今回は日本の人気作品ベルバラに対する海外の反応をご紹介します。フランス革命前から革命前期のベルサイユを舞台に、オスカルや王妃マリー・アントワネットたちの人生を描く史実をもとにしたフィクション作品ベルサイユのバラ。1972年から1973年まで週刊マーガレットにて連載され、フランスブルボン朝後期ルイ15世末期からフランス革命でのアントワネット処刑までが描かれています。前半はオスカルとアントワネットの2人を中心に描き、中盤以降はオスカルを主人公としてフランス革命に至る悲劇を描いています。宝塚歌劇団による舞台化の大成功が作品のヒットに拍車をかけ、テレビアニメや劇場版アニメなどが制作されたことで社会現象になりました。その人気はすごく、本編の主人公の一人である男装の霊人オスカルが戦死した際には実際に葬儀が催されたほどでした。欧州でもベルサイユのバラのアニメはレディー・オスカーのタイトルで放送され大人気となっています。今でも放送されていた地域には作品を愛する人が非常に多いようで、2019年7月14日はフランス革命の発端となったバスチーユ監獄襲撃から230年の年であり、その日はオスカルの230回目の命日でもあったことから、イタリアではオスカル専用のハッシュタグが作られ、多くのユーザーがオスカルの死を悼むという現象が起きました。そしてその舞台であるフランスでも当然絶大な人気を誇り、現在でも一般サイトで定期的に取り上げられています。多くのフランス人にとって子供時代の思い出の作品であり、また歴史に興味を持たせてくれた作品でもあったようで、思いが伝わってくるコメントが多く寄せられていました。私の子供時代を彩ってくれたアニメ、歴史が好きになったのもベルバラのおかげなんだ。80年代の日本のアニメは名作の宝庫ですね。ラストが悲しかったっていう声が目立つけど、そういう不幸やリアリティから逃げなかった作品だよな。ベルサイユのバラはまさに私の子供時代そのものです。日本アニメの最高傑作だと思ってる。歴史を学ぶことができる宝石のような作品だ。子供の頃大好きだった。放送に間に合うように急いで学校から帰ってたのはいい思い出。時代の先を行ってたアニメだった。今より理解がなかった時代に同性愛を描いてたり、フランスと日本の偉大なコラボレーションです。今でも本当に大好きな作品。泣けるアニメだったな。特に最終回、キャンディーキャンディーとベルサイユのバラはところどころ胸が張り裂けそうになる。昔のアニメは人生を学べたんだよ。人生はバラ色の日々だけじゃないってこととかさ。ベルバラのフランス語版のオープニングは日本語版と比べるとほとんどジョークだ。母親から DVD ボックスを継承したんだけど、その DVD は日本語版だったんだよ。だから初めてフランス語版を聞いた時はショックだった。私の中ではダントツ1位の漫画。定期的に家族と一緒に DVD を見てるよ。特に日本語版のエンディングはあまりにも美しい。フランス人にフランスの歴史とモラルと敬意を教えた傑作。正直私の子供たちが見てる今のカートゥーンとは別物。個人的に一番好きな漫画だな。主題歌は今でも口ずさめる。あの頃の日本のアニメはどの作品も美しかった。残念ながら時代が過ぎるごとに劣化していってる気がする。これは単なるアニメーションではない。感情豊かにしてくれるアニメが放送されている時代に生まれて本当に良かったと改めて思いました。ドラマ性と歴史性が合わさった稀有な作品だったよね。私は28歳でリアル世代じゃないけど DVD を持ってます。早く子供たちと一緒に見たい。フランスの歴史を美しく描いてくれた作品だね。ラストが悲しすぎるのが唯一の欠点。この作品を見ることをフランスで義務化すべき。全部が史実通りというわけではないけど、子供の頃お袋がよく家の中で主題歌を歌っててさ、それを聞くのが好きだったのを覚えてるよ。俺と弟は邪魔しないように頭の中で歌ってたんだ。当時のカートゥーンにはモラルがあった。それから美しいテーマと質の高い音楽も。基本的に日本のアニメはバッドエンドが少ないけど、数少ないバッドエンドがベルバラかも。
80年代の日本のアニメはバッドエンドが多かった印象だわ。史実に基づいた傑作漫画、来年にオスカルのタトゥーを入れる予定なの。私はニックネームもオスカルだし、日本語版の音楽は蝶がつくくらい美しい。この作品はただのアニメではない、人類の宝だ。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。